膝は足の関節部で、ももとすねとをつなぐ部分のことを指す。膝の前面を膝頭、膝小僧という。後面は、ひかがみという。膝は足裏以外では設置することが多い部位である。例えばかかとを上げ、つま先と膝をついて座る座り方は、膝まずくといい、多くの民族に見られる。つま先を伸ばして、足の甲と膝をつくのを正座という。いずれも改まった場。 あるいは減りくだった姿勢を示す。刃う場合も足裏ではなく、膝をつく。転ぶ場合には、膝からぶつかることも多い。膝の関節は、大腿骨と脛骨で作られる関節と、大腿骨と室外骨で作られる関節とで、形成される。このうち、大腿骨と脛骨で作られる関節は、螺旋関節と言われる一軸性の関節形態を、なしている。 膝関節は腕における肘関節に対応する。日本語で膝という場合は膝頭の上部の大腿部の前面を含めることがある。欧米の言語には大腿部前面の座った時に水平になる部分を指す言葉などがあるが日本語にはそれに1対1に対応する言葉はなく通常は膝という。膝枕は膝頭ではなくももを枕のようにすることである。 も,もの上に乗せて使うラップトップパソコンは、日本語では、膝上パソコンと訳された。人間以外の動物についても、人間の膝に似ているものは、膝と称される。四足で歩く動物については、前足、後ろ足とも関節部は、膝と呼ばれる。昆虫の足の関節もそうである。ただし、膝と称されるものであっても、 必ずしも人間の膝に対応する器官であるとは限らない。例えば馬や犬などで膝のように見える箇所はかかとに対応するものであり、膝に対応するものは足の付け根にある。ありがとうございます。